あれをマジコンヌがやったっていうの？あれでは妖怪墓場そのものですわ。とにかくここは危険だ。一度プラネティウヌに戻って対策を考えようぜ。浮遊島の様子はここからでも見えていました。皆さんご無事で何よりでした。イーズンさん、私たちこれからどうしたらいいんでしょう。アイエスクリスタルはマジコンヌに奪われて、それにグレイシスターさんまで、おまけにタイムスリップまでできるって言うし、もうマジおばさんのくせに属性盛りすぎだよ。詐襲目前のネットギじゃないんだからさ。その例え通りに消えていってくれるなら大助かりなんだけどね。とにかく状況は深刻です。早急に対策を。大変よ、各地でバズール現象が多発してるって報告が。その上、抑制装置のある都市周辺では人が次々に凍結していってるって。おそらくマジェコンヌとあの新しく生まれた業界墓場がバズール現象を起こして時空を破壊しているのでしょう。このままではゲーム業界は。でも一体どうすれば。大丈夫、まだ手は残ってるから。マホちゃん、グレイシスター、もう一人のアーシが改良した封印装置の設計図を残してくれたんだ。これがあればきっと。それならすぐに開発に取り掛かろう。私も協力するわ、何でも言って。ならネプギアたちはその装置をお願い。その間私たちは手分けして各国の救援に向かうわ。国からの避難民増えてるみたいな。うん、みんな家や家族を失ってプラネティウヌに助けを求めてきてる。だけどこのプラネティウヌだって決して安全とは言えない。業界墓場とマジェコンヌがいる限りね。業界墓場はゆっくりとだけど日に日に大きくなってるって聞いたわ。何をするつもりなのかしら。多分マジェコンヌは世界を破滅に導く準備をしてるんだと思う。そのためのエネルギーを集めているから浮遊島の周りを時空の渦で覆って誰も近づけなくしてるんだよ。だったらアシラも急がないと。マホ、あなたは少し休んだ方がいいわ。あとは私とネプギアで。休むとかありえない。グレイシスターはいないんだから足がやらなきゃ。ならせめて少しだけ休憩しよう。アンリちゃんも3人で一緒に。お姉ちゃんもよく言ってるもん、休まないといい仕事はできないって。お姉ちゃんの場合は休んでる時間の方が長くてイーズンさんに怒られてるけど。ギアチーの方がお姉ちゃんみたい。そのさ、お姉ちゃんといえばこの時代のアーシもお姉ちゃんが好きだったのかな。アーシはお姉ちゃんがいたってくらいしか思い出せなかったけど、どう思ってたのかなって。多分大好きだったんじゃないかな。だってね、お姉ちゃんって言うと胸のとこがギューってなんの。これってさ、やっぱさ、真帆ちゃんもお姉ちゃんのこと大好きだった？うん、私もお姉ちゃんのこと大好きだったと思う。ギアチーと同じだね、お姉ちゃん大好きっ
あれは記憶喪失のふりをして言ってたけど、本当は大好きって言い切りたかったんだと思う。そうだよね、私もそうだと思う。マジェコンヌ確か言ってたよね、魂がどうたらこうたらって。さあ融合と行こうか。なに、死ぬわけではないから恐れるな。貴様の魂と私の魂が一つの器に共存するだけだ。もしさ、もしなんだけど、もう一人のアーシに声が届くなら、もう一人のアーシのことなんとか救えないかな。あの魔法はマジェコンヌに協力してきたのよ。 PC 大陸でマジェコンヌが復活した2年前のあの日から。それは分かってる。でもなんかマジェコンヌに利用されてただけじゃない気もしてさ。体はもう難しいかもだけど、せめて心だけでも救えないかなって。あんな顔を見たらさ、もう一人の足のことなんか放っておけなくて。思い出してください、あなたが本当にしたかったこと。わかってるわよ、そんなの。でも私にはどうしようもできないのよ。魔法ごめん、話長くなって。今度こそちゃんと休憩しよっか。そうね、そうしましょう。写真撮ったとこ。そんなに前じゃないのに、なんだか懐かしいね。マホちゃん。ねえキヤチ、アーシはさ、一体いつの時代のマホなのかな。この時間軸のマホがいて、未来のアーシグレイシスターがいて、マジェコンヌが乗っ取ったあの魔法がこの時代の魔法なら、ここにいるアーシは一体誰なんだろう。そもそもさ、アーシって本当に魔法なのかな。なんか分かんなくなってきちゃった。魔法、でも私にとっての魔法ちゃんは今ここにいる魔法ちゃんだよ。キヤチ、お姉ちゃんがいなくなって落ち込んでいた私を心配してくれたのも、旅の間何度も励ましてくれたのも、一緒に写真を撮ったのだって全部他の誰でもないここにいる真帆ちゃんとしたことだもん。ここにいる真帆ちゃんは明るくて優しくて頼りになる私の自慢のずっともだよ。それじゃあダメかな。そうね、あなたはあのグレイシスターともこの時代の魔法とも違う。だって私たちの友達の魔法はあんなに賢そうじゃないもの。ちょ、それひどくない？冗談よ。もうでもありがとう、二人とも。おーい、ガステーションからの方はこっち、リーンボックスの人は隣に並んで。割り込みはダメなんだよ、みんな平等に配るからね。あら、ネプギアじゃない。どうしたの？こんなところにいて大丈夫？ギアちゃん、すごく忙しいって聞いてるよ。少し気分転換がしたくて。お二人こそどうして？避難民の誘導を手伝ってるのよ。プラネテューヌの人たちだけじゃ手が回らないだろうと思ってね。ガ
そういう時こそお手伝いして恩返ししたいんだよ。私たちもプラネテューヌの人たちにいっぱい助けてもらったから。恩返し、ありがとうございます。 EC 大陸が消滅した時の絶望感、今でも覚えてるわ。帰るべき故郷を失った時ってこんなにも悲しいものなんだなって思い知らされたわ。うん、日暮らしも覚えてる。忘れるなんてできないよ。きっとラステーションやリーンボックスから集まった人たちも同じ気持ちだと思うな。気持ちがわかるから力を貸したいんだよ。そういうわけだからプラネテューヌのことは私たちに任せて。あんたにはもっと大変で責任重大な仕事がある。このくらいしか手助けできないけど、お願い、世界は救って。アリスさん、日暮さん、はい、私精一杯頑張ります。ギアちゃん、ファイトだよ。あれ、どこからか泣き声がする。この声は。ねえお姉ちゃん、ルイはどうなっちゃうのかな。大丈夫よラム、心配いらないわ。あなたらしくないわね、そんな弱気なことを言うなんて。いつもの元気はどうしたのラム。だって私怖いよ。このままみんな凍ったままなんて、そんなことないよね。大丈夫だよね。お姉ちゃん、私も怖いよ。泣かないで、二人とも。みんな私たちの助けを待ってるの。だから私たちが先に諦めてはダメ。大丈夫、自信を持って。あなたたちは私の自慢の妹なんだから、マジェコンヌなんかに負けっこないわ。うん、ロムちゃん、ラムちゃんも怖いんだ。それでも私たちの前じゃ弱音を吐かないように必死で頑張ってる。私も頑張らないと。それでも弱音がこぼれちゃうときはあるかも。だから今だけは二人のことそっとしておいてあげよう。あれ、なんだろう、人だかりができてる。あれはノワールさんとユニちゃん。ラステーションのみんな、聞いてちょうだい。よくここまで避難してくれたわ。あなたたちが無事で本当によかった。けど女神様、町の皆が凍ってしまって、これからどうしたら。大丈夫、凍結してしまった人たちは私たちが必ず元に戻すわ。不安だとは思うけど私たちを信じて。わかった、女神様たちがそう言ってくれるなら。俺たちも何かできることをしよう。他の国の連中とも協力して、まずは怪我人の手当てを。すごい、みんなさっきまで不安そうだったのに、ノワールさんたちの一声で。ノワールさんたち、ラステーションのみんなから信頼されてるんだ。私もみんなの信頼に応えないと。そういえばお姉ちゃんはどうしてるかな。まさかまたイースンさんに怒られたりしてないよね。避難民は可能な限り受け入れていますが、現状物資の不足が深刻です。避難所の広さにも限りがありますし、早急に手を打たなくてはなりませんわね。じゃあさ、寝るところがない人はプラネタワーに来てもらおうよ。
食べ物は私の秘蔵のお菓子コレクションがあるし、貯蔵は十分だからね。10年は戦えるよ。そんなあのネプテューヌが自分のお菓子を人に譲るだなんて。ネプテューヌ、あなた一体どうしたんですの？まさか偽物？またマジェコンヌが化けて？ちょっとなんでそこ驚くかな。普段の私がケチみたいじゃん。すみません、つい。でもイストワールはあまり驚かないんですのね。普段はああでも、ネプテューヌさんはプラネテューヌの守護女神ですから。いいぞ。一瞬嬉しくなったけど、よく考えたら褒められてないよね。普段はどうだって言うのさ、イース。ご自分の胸に手を当てて考えてください。本当なら普段からこのぐらいしっかりしていただかないと。あれ、私今いいこと言ったよね。なのになんでお説教されてるの？おかしいよ、こんなことは許されないよ。お姉ちゃん、いざという時は誰よりも頼りになるんだもん。お姉ちゃんのそういうところ大好き。ありがとう。お姉ちゃんのおかげで元気が出たよ。封印装置の開発頑張ってくるね。ネプテューヌ、大丈夫ですの？なんとか。いよいよですね。はい、新しい封印装置も完成しました。あとはマジェコンヌを封印するだけ。こっちの守りは任せておいて。みんなが戻るまでは何があっても死守してみせるわ。皆さん気をつけてくださいです。怪我をしても絶対治してあげますから。だからちゃんと帰ってくるですよ。はい、約束します。みんなで無事に帰ってくるって。アホも、やっぱり行くのね。うん、ごめんアンリー。なんで謝るのよ。だっていつもいつもアンリーには心配ばっかかけてきたし。だったら今更でしょ。あんたを心配するのは私のライフワークみたいなものだから。そうかもね。だからもう危ないから残れなんて言わないわ。ちゃんと送り出して。ここであんたのことを心配してる。心配して心配して心配しまくって、帰ったらなんて叱ろうか考えとくの。足叱られるの確定？そうよ、確定よ。確定事項なのよ。絶対文句言いまくってやるんだから。だから早く帰ってきなさいよ。バズル現象だってまだ解明しきれてない。凍った人たちも元に戻さないといけないし、やることは山ほどあるんだから。一人だけサボろうなんて許さないんだから。うん、分かってる。行ってくるね、アンリー。ここが教会墓場の入り口。なんてまがまがしいの。見ているだけで寒気がしてくるわ。うんうん、これぞまさにラスダンって感じ。中に入ったら主題歌のアレンジ BGM が流れ出すんだよ。テンション上がるね。あなたはいつでも能天気ね。いっそ羨ましいわ。でもお姉ちゃんらしいよ。ネプギア、聞こえる？計測結果が出たわ。思った通り、そのあたりはバズール現象が多発してる。というより、業界墓場そのものが巨大なバズール現象。
時空の崩壊の中心になってるみたい。マジェコンヌの機械兵たちは当然として、バズール現象から生まれたモンスターも多数いるはずよ。気をつけて。待って、奥に何かいる。これは予想通り、復活した各ステージのボスが喜んでる場合じゃないでしょ。ネプテューヌさんが変なフラグを立てちゃうから。私のせいじゃないよ。侵入者発見。 SP？ なんで？だってアンリーはもう通常の機械兵に F2P の鎧を装備させているんだわ。気をつけて。 F2P はもともと機械兵の追加装備として作られたもの。中身が人間である私じゃなくなった分、動きもパワーも格段に上がっているはずよ。倒せた。アンリーの時とは全然違ってたわね。断然アンリーの方がモリモリのモリツヨっしょ。バイバイバイノスケなんだから。でもさ、アンリーは優しいから、本当はずっとギアチーたちと戦うの嫌だったんだと思う。だよね、アンリー。そうかもしれないわ。ありがとう、倒してくれて。これで本当に過去を断ち切れた気がする。じゃあ、あとは未来をこの手に掴むだけだね。お、ネプギア主人公っぽい。そうかな。うんうん、ネプギアもついに私並みに主人公の貫禄が出てきたんじゃない。あなた、いつ貫禄なんて出たのよ。失礼殿、貫禄だらけだよ。むしろ貫禄と書いてネプティアヌと読むよ。主人公かはともかく、ネプギアちゃんが立派な女神になってきたのは間違いありませんわ。いつの間にかうちの妹たちも成長してる。え、私たちも成長してる。お姉ちゃんみたいになれる。なれるわ、姉の私が保証する。ちょっと、うちのユニだって成長してるんだから。お姉ちゃん、嬉しいけどそうやって張り合うのはどうかと思うよ。じゃあネプギア、みんなに気合を入れてよ。主人公っぽくね。じゃあ破滅の未来を食い止めるために、もう誰も辛い思いをしないように。みんな、これが最後の戦いだよ。頑張ろう。だいぶ奥まで来たわね。うん、多分そろそろ。ネプギア、聞こえる？通信が乱れ始めて。そっちの状況は？アリちゃん？繋がらないわね。完全に通信が途絶えたみたい。どうして急に？奥まで来たことで電波が届かなくなったのか、本格的に時空が崩壊しつつあるのか。考えていても仕方ないよ。どの道引き返すなんてできないからね。でしょ、ネプギア。行こう。